い、紙チューブの紙の伊藤です。今回は一番くじエヴァのコフレ、化粧品の一番くじを引きたいと思いますね。まあね、やっぱり僕は化粧品もちろん使いませんよ。なんですけど、皆さん明日は何の日かわかりますか？そうなんですよ、ホワイトデーなんですよね、ホワイトデー。そして僕もバレンタインを2名の方に視聴者様からいただいているので、そのお返しということで今回このコフレ引いたものをプレゼントしたいと思いますね。いやー、何やるかも楽しみなんですけど、まあ、やっぱりエヴァなんでやっぱり引いとかないとダメなんで、これは引きたいと思いますけど、まあね、2人の方にもらってるんで、初めにいただいた方に1回目に引いたもので、2回目に引いたらその2回目の方にプレゼントという形でお渡ししようかなと思いますね。そしてもう1回引きます。これがツイッターキャンペーンで女性限定にお渡ししようと思いますので、ぜひともね、あの僕の紙引き応援してほしいですね。はい、それでは行きましょうか。見てください結構これきつくないですか？A 賞2個がもう抜けてて、綾波も1個、マリも1個抜けてるってことは、上位賞、いわゆる上位賞が2個しかないんですよ。そしてこの下、もうバンガンっすよね、これ。でも、ぶっちゃけこの F 賞の許しと、可愛いんですよね、これ。このサキエルだったりとか。いいですね、これ。いいですね、これ。いいな。あ、でも、ここがいいですね、僕は。どっちかというと。これ可愛いな。この AT フィールドもいいんですよね。まあ、この辺はまあ3つあるんで、ワンチャンあるかもしれないんで。じゃあ3回行きましょうか、とりあえず。3回行きますんで、3回行きますんで、プレゼントですからね。これはもうホワイトデーなんで、もういただいたね、感謝の気持ちを込めて僕も引きますんで、おそらくこれ、あ、はい、まあおそらくこれはね、もう厳しい状況ですよ。行きます。じゃあ3回で、あ、もうか、あ、OK、はい、いきます。よし、じゃあまず一人目はこれで、ね、で二人目で、はい、で最後これがツイッターのキャンペーンでやりますんで、はい、これで、はい、いきます、いきます。じゃあ一人目の方からいきますね。いきます。キャラクターカラーリップ、まあ、リップですね。使えますね、これ。はい。いきます。いわれ。キャラクターリップですね。はい。ラスト、これがツイッターキャンペーンになりますんで。F のアイカラーデュオですね。はい。終わりです。いや、きついですよね。どう見てもこれきついですよね。これきついですよね。いやー、引いてきましたよ。うわー、でもね、さすがにね、あの状況で A 賞もないし、 B も1個しかない、 C も1個しかない状況で、まあ、なかなかね、やっぱ上位賞は引けませんでした。でも仲良くね、この E 賞でバレンタインもらった方に2人のとも同じものが当たったんで、ちょっとでもホッとしましたよね、正直。これでもしも、ね、片一方が A 賞で片一方が E 賞とかだと、ちょっとね、こう不公平さとか出ちゃうから、ちょうど良かったのかなと思いますね。なので、あのバレンタインいただいた2名の方、こちらの方お貸しいただきますので、楽しみにしてほしいですね。あともう一つ、こちら F 賞のこのゆるしとのデザインが入っているハイカラーですね。これも当たったんで、こちらの方をツイッターのキャンペーンの方でやらさせていただきたいと思います。ツイッターのアカウント、僕のチャンネルの概要欄の方に書いてありますので、ぜひとも僕のツイッターフォローして応募ください。まあ、そんな感じで今回はエヴァンゲリオンの一番くじコフレ初めて引きました。初体験ですよ、僕も。まあね、僕が使うわけにもいかないし、だからどういうのかって飽きるわけにもいかないんで、あのもしも当たった方とか、このあのホワイトデーのお返しで届いた方、ぜひともどういうのが入ったかっていうのをツイッターの方であの見せてほしいと思いますね。はい、まあ、そんな感じで今回の動画を終わらせていきます。高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。神チューブの神の伊藤でした。